スリーポイント連続で決めます。連続で打つっていうことがあんまりなかったんで、ちょっとあんまり最初は全然入んなかったんでちょっと心配だったんですけど、無事終わってよかった、ほっとしてます。シュート決めました。車椅子バスケットボール応援よろしくお願いします。